どうもこんにちは、直人さんです。今日も農業の動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、この前ですね話しました、農家になる方法のね、続きを話しようかなと思います。まあ雑談ですよね。少しでも参考になればいいかなと思います。前回ですね、話しさせていただいたのは、まあ、農家っていうのは農地を持っていることっていうですね、お話をさせていただきました。で、農地を取得する方法で、前回はですね、借りるっていう方法ですよね。農地を借りる方法や農地を借りるコツなんかをですね、お話しさせていただきました。で、今回はですね、その農地を取得する方法の2つ目の方のですね、お話をさせていただこうかなと思います。はい。ですね、農地を取得する方法のその2としましてはですね、持っている農地以外の土地を農地に転用するということですね。はい、わかりますかね。土地にはですね、いろいろ種類があるわけですね。宅地、雑地、田んぼ、畑とかですね、そういうのがあるんですけども、土地は持ってるけど農地は持ってないよっていう方ですね。例えばまあ、お家の土地広いんだけど、使ってないとこがあるよとかですね。あとは、なんだろうな、家を建てようと思ったけど、建てる予定がなくなったとかですね、そういう意味で、農地じゃないけど土地が空いてるよとかですね、そういった方ですね。そういった使っていない土地だったりとかですね、あとは農地に変えたい土地とかですね、がある方ですね、そういった方向けになっております。実はですね、私も、雑地っていうですね、地目の土地を、農地に変えました。はい。家族のですね、まあおじいちゃんかな、私のおじいちゃんが、私のお父さんとかがですね、家を建てるように、土地を整備していた雑地っていう地目の、まあ、土地があるんですよ。で、結局ですね、うちのお父さんやおじさんはですね、家建てることがなかったんですよ。で、その土地を私が借りて農地にさせていただきました。はい。そういった農地以外の土地を農地に転用する方法はですね、まずは、そこの土地をとりあえず農業に使うということです。はい。農地じゃない、例えば畑や田んぼっていう、まあなんていうのかな、地目っていうんですけどね、そういった違う地目ですよね。例えば雑地、宅地とかですよね。そういう状態でとりあえず農業をするってことですね。野菜を作るとかですね、そういうのをとりあえず始めましょう。で、農地として使います。で、農地として使ってますっていうことをまず使っていただいて、で、また前回話しました役場ですね。役場に行って、農地に転用するための書類くださいっていうふうにお話ししてください。で、あ、なんか虫がいる。かゆかゆ。それで、農地として使ってる実績があれば大丈夫ということになります。それで、その書類を書いていただきまして、提出いただくと。そうするとね、その土地が農地として認められますので、で、その農地、その手に入れた農地ですよね。手に入れた農地が、各県の農家の基準を超えればですね、晴れて農家になることができます。はい。まあ、例えばね、少しでも農地借りてですね、なんだろうな、農地が足んなくて農家として認められないというときはですね、少しでもですね、農地を増やして、農家っていうことにね、認められるようになりますので、その辺もね、参考にしていただければと思います。はい。
この2つがですね、農家になる方法ですね、農地を取得する方法ですね、となっております。その2つがね、農家としてね、農家になる方法なんですけども、農家になると言ってもですね、なんていうのかな、国とか県からですね、あなたは農家ですよって認められるだけなんですよね。はい、言ってみればね。まあ、例えば、なんだろうな、いろんな支援とかがあるんですよね。例えば、お金借りられるよとかね、そういった支援が受けられるようになるとかね、そういっただけなんですよ。農家として認められるというのは。なのでね、なんだろうな、正直な話すればですね、国とかですね、県にあなた農家ですよって認められなくてもですね、農業はすることができます。はい、自分で野菜作ってね、自分で売る、そうすればね、別に誰からね、農家と認められなくてもね、自分が農家なんだっていうことをね、はい、なんていうのかな、意識していれば別に私はいいのかなと、それでいいのかなと思っております。他人というかね、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、他の方からね、承認されてなるものではないんじゃないかなと思う次第でもあります。はい、まあでもね、なんだろう、胸を張って農家ですよって言えるようになるには、やっぱり自分の土地、農地を持つっていうのが、まあ、基本となっておりますので、その辺をね、参考にしていただければいいのかなと思います。はい、そうですよ、農家ってね、認められなくてもとりあえず農業をやってればいいんですよね。なんだろう、形から入らなくてもね、なんだろう、そういったね、設備とかそういったいろいろたくさん揃えてからね、私農家合わなかったなとかね、こういう設備買ったけどいらなかったなっていうことがないようにですね、小さく始めるのが私はいいのかなと思いますね。形や場所とかね、そういったいろんなところにこだわらずに、自分の持ってる範囲とかね、使ってない土地とかをね、ちょっと耕してみようとかね、種をまいてみようとか、そういうふうに農業を始めてみたらいいのかなと思いますね。はい、もうすっかり秋ですね。虫の声が聞こえますね。天気も暖かくて気持ちがいいです。はい、本日の動画は以上となります。この動画が良かった方はですね、チャンネル登録、高評価していってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。